はい、それでは次の質問に移ります。では具体的に入学を学びたいことについて教えてください。はい、僕が入学後にしたいことは、カリキュラムもそうなんですけど、ちょっと僕は違くて、同じ志に近い有志を見つけることが入学後一番したいと思っていて、なぜかというと自分のまずモチベーションだったり士気を上げるためだったり、あとは志の質そのものを上げるためにも、やっぱり旧学校の情報経営イノベーション専門職大学に入ってくる生徒というのは僕はレベルが高い人だと思っています。なのでそういう人が近くにいることによって自分自身も成長につながると思ったからです。以上です。はい、ありがとうございます。